皆さんこんにちは。大谷翔平選手が田中真美子さんと並んでいる姿を2024年3月15日のインスタに載せたことで、全世界がこの話題で持ちきりですよね。大谷選手の結婚報道が出てから、奥さんは誰とかなり憶測が広がっていましたが、大方の予想通り田中真美子さんでした。田中真美子さんといえば日本代表にも選ばれたことがあるバスケットボール選手でしたが、スタイルの良さやビジュアルの綺麗さが相まって人気の高い選手でした。そこで今回は田中真美子さんの詳しい経歴や歴代の元彼と破局理由、さらには水着写真が流出しているという噂について調べてみました。ぜひ最後までお付き合いください。まずは田中真美子さんの簡単なプロフィールからご紹介します。本名田中真美子、生年月日1996年12月11日27歳、2024年4月現在、出身地東京都、身長180センチメートル、体重70キログラム、血液型 O 型、趣味読書、カメラ、特技料理、最終学歴早稲田大学、選手時代所属富士通レッドウェーブ。田中さんは元日本代表の経験もあるバスケットボール選手で、出身は東京都です。東京成徳大学高校卒業から早稲田大学に進学して、2019年に富士通レッドウェーブに加入してます。2017年にはユニバーシアード日本代表として出場し、銀メダルを獲得したことも。2021年8月には日本代表候補に選出されて活躍しましたが、2023年に現役生活を引退されました。大谷翔平選手と結婚したことで一気に注目度が上がった田中真美子さんですが、バスケ選手時代から持ち前のビジュアルとスタイルで人気が高かったようです。田中真美子さんはバスケ選手だったこともあり、化粧をしている姿は少ないですが、すっぴんでも美人さんなのがよくわかります。特に笑った顔はあどけなさもあったりで、思わずこちらも微笑んでしまうかと。田中さんは身長が180センチメートルなので、スタイルが良いのはもちろんですが、大谷翔平選手は193センチメートルなので13センチメートル差です。最高のパートナーを得た大谷翔平選手なので、今後のメジャーでの活躍はかなり楽しみですね。そんな田中真美子さんですが、実は元彼が2人いたことが分かっています。早稲田大学時代の友人によると、元彼はバレエをやっていた人と聞いています。大谷さんみたいに高身長で筋肉質なタイプ、浮ついた話は聞いたことがありませんとのことで、田中真美子さんに元彼がいたことは確かな情報のようです。ちなみに田中真美子さんはチャラチャラとした男性は NG だそうで、大谷翔平さんのような誠実な男性がタイプとのこと。調べてみると、田中真美子さんの兄である田中真一さんの SNS から田中真美子さんの元彼の画像を見つけることができました。田中真一さんは2016年5月30日に妹から送られてきた砂茶、妹の彼氏がイケメンすぎて悲しくなった、しかも俺より背高い、神はこんなにも残酷なのかと田中真美子さんから送られてきた当時の彼氏の写真を一緒に投稿しています。当時が2016年5月ということは、田中真美子さんが大学2年生の頃の彼氏ですね。彼氏の特徴についてはイケメンで、兄の田中真一さんよりも背が高いようです。田中真一さんの身長は186なので、田中真美子さんの元彼はそれ以上の高身長イケメン。前述した田中真美子さんの友人の証言から元彼がバレー選手ということが判明していますので、高身長なのも納得ですよね。田中真美子さんの友人や兄の田中真一さんの情報では元彼の名前や詳細は明らかになっていません。しかし顔画像は発覚しています。そこで調べてみると、元彼については戸崎貴博という名前が SNS 上でも浮上していました。この戸崎貴博さんは東京グレートベアーズに所属するバレーボール選手です。2024年現在も東京グレートベアーズに所属しており、チームの副キャプテンも務めているイケメン選手です。田中真美子さんの元彼が戸崎貴博さんと言われる理由の一つは顔が似ていることです。大学時代の戸崎貴博さんの顔を比較してみると、切れ長の目元や口元の形、顔の輪郭など文句のつけようがないほど似ています。戸崎貴博さんがイケメンであることは間違いないので、これは同一人物と言っても過言ではありません。田中真美子さんの元彼が戸崎貴博さんと噂の理由2つ目はその高身長にもあります。戸崎貴博さんの身長は191センチメートル、兄の田中真一さんは186センチメートルなので、戸崎貴博さんが5センチメートル高いということになります。
これも兄の田中真一さんの証言通りの内容で間違いありません。ちなみに田中真美子さんは180cmなので、戸崎孝弘さんとはお似合いの身長差ですね。さらに戸崎孝弘さんの元カノの名前が真美子であったことも明らかになっています。戸崎孝弘さんが過去に X に投稿していた内容には、お二人が付き合っていたとされる2015年から2016年にかけて、すみません、真美子が飯おごるんで許してください、おいでおいで、真美子には爆笑されたけど笑、え、何笑、お前真美子知ってるん笑、という投稿が残されていました。これらの情報から田中真美子さんの元彼は戸崎孝弘さんで間違いないと思われます。そんな二人の馴れ初めは何だったのでしょうか。調べてみましたが、田中真美子さんと戸崎孝弘さんの馴れ初めは明らかになっていません。二人の共通点については、競技は違うがアスリート同士、高身長でお似合い、同年代で同じ頃に大学に通っていたということがわかります。田中真美子さんは1996年12月11日生まれ、戸崎孝弘さんは1995年6月14日なので、田中真美子さんが1歳年下ということになります。兄の田中真一さんの SNS によると、田中真美子さんと元彼が交際していたのは大学時代ということが判明しています。田中真美子さんは早稲田大学を卒業しており、戸崎孝弘さんは駒沢大学を卒業、しかし同校が東京都にあることから、アスリート同士の合コンや知人の紹介で出会ったのではないでしょうか。真相は分かりませんが、田中真美子さんと戸崎孝弘さんの交際関係が事実であれば、大学時代は有名なカップルだったのかもしれません。実は田中真美子さんには元彼と写った水着姿の写真が流出していると SNS 上でささやかれていました。どうやら YouTube にそのような写真が載っているそうですが、調べてみても見つけることはできませんでした。そのためこの噂はデマだったようです。田中真美子さんと戸崎孝弘さんの破局理由は明らかになっていません。田中真美子さんと戸崎孝弘さんの破局に果たして大谷翔平さんとの関係が影響していたのか気になりますよね。調べてみると、戸崎孝弘さんは2021年12月に海外移籍をしており、インドネシアリーグの BNI46 でプレーをされていました。そして田中真美子さんと大谷翔平さんの出会いは2020から2021年頃と推測がされています。そのため田中真美子さんと戸崎孝弘さんが交際していたのであれば、海外移籍の2021年頃にはすでに破局をしていたのではないでしょうか。しかし大谷翔平さんとの交際が始まったのは2020年から2021年頃と推測されており、戸崎孝弘さんとの破局と交際時期が重なっているんです。真美子さんが新たな恋に踏み出したことが彼女と戸崎さんの別れの理由の一つと考えられますよね。もちろん戸崎さんの海外移籍による距離やスケジュールの違いも破局の理由の一つとして考えられます。恋愛において時間や距離の制約は大きな影響を及ぼすことがありますからね。真美子さんと大谷翔平さんの関係が戸崎さんとの別れにどの程度影響したのかは明確ではないですが、戸崎孝弘さんが海外に移籍し交際に亀裂が生じ始めた頃に大谷翔平選手と出会ったのであれば、たとえ戸崎孝弘さんと交際中であっても大谷翔平選手と仲を深めていってしまったのかもしれません。田中真美子さんは今まで付き合ったのは2人くらいとも言っていたと真美子さんの知人がコメントしている情報もありました。そこで今回調べたところ、もう一人の元彼の情報は見つけることができませんでした。田中真美子さんの元彼は戸崎孝弘さん一人だけだったのかもしれません。ただ破局した時期と大谷選手との交際時期が重なっているところが気になるところです。田中真美子さんは文武両道の美人ということで、学生時代からモテモテだったのではないでしょうか。そのため田中真美子さんが大谷翔平さんを射止めたのは必然だったとも言えそうですね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。高評価、チャンネル登録もぜひお願いします。それではまた。